新庄監督が何かを伝えていましたが、江越を先ほどの映像ですね、こちらは江越に何か伝えて、なんかレフトスタンド指さしてなかった？あ、そうですね、指を立ててましたね。多分いけるホームラン行ける感じだ。レフトへヒットになる。三塁ランナー帰ってきた。エゴシーサヨナラヒット。ファイターズエスコンフィールド初勝利、2対1。決めたのはエゴシでした。さあ金村さん、最後エゴシが決めました。嬉しいです。はい、なんかこれでちょっと気持ちを楽にしてほしいなって思いますね。結構僕も会って話したりするんですけど、はい、悩んでましたから。あ、そうですか。結果をやっぱ欲しがってた江越選手がいて、だこういう一本で変わってくれるはずなんでね。今江越がそのベンチの中言葉を発しています。